今回は渡来町のミヤリバーパークをご紹介します。桜で有名なのは渡来町の宮川堤防公園。キャンプやバーベキューが楽しめるのが玉城町、水辺の学校。そしてお花見ができてバーベキューもできるのがこちらのミヤリバー公園になります。それでは現地を見てみましょう。こちらがバーベキュー広場のある第5駐車場です。上流側を向くと桜並木の遊歩道になっています。この下の河川敷が無料のバーベキュー広場になっています。荷物を持って歩くのでキャリアカートがあると便利かもしれませんね。ここの階段から降りれます。で、草がボーボーじゃないですか。役場に確認したら後日草刈りしてくれるそうです。とにかく草のない場所で火を使いましょうね。直火は絶対にダメですよ。取材時は桜が満開でとても綺麗でした。この公園には遊具もたくさんあるのでファミリーにも大人気です。公園の中央にはきれいに清掃された公衆トイレと自販機もあって女性でも安心です。ここの河原では夏になると子供たちが川遊びをして遊んでいます。こちらの公園は全体に綺麗な芝生になっていてとても気持ちが良いです。
ステージのある建物の2階はカフェと渡来町の特産品売り場になってます。それからこちらのプールもミヤリバーの施設の一部です。子どもたちに人気のプールですが、今年こそ営業してほしいですね。大人はバーベキュー、子どもは遊具遊び。ミヤリバーはファミリー向けの綺麗で楽しい公園ですよ。このチャンネルでは、三重のお手軽アウトドアスポットを紹介していきます。チャンネル登録、お願いします。ご視聴ありがとうございました。